東京都台東区、その北西にある上野公園で江戸時代末期に戦争が起こりました。上野戦争です。新政府軍と旧幕府軍によるこの戦いは一体どのようなものだったのでしょう。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は上野戦争についてお話ししていきます。前回の動画で江戸無血開城により新政府軍が江戸を占領し、徳川慶喜が謹慎生活に入りました。しかし旧幕府軍の中にはこの決定に不満を持つ者がいて、江戸で抵抗を続けていくのです。この戦いが今回お話しする上野戦争です。ということで、まずは抵抗を続けた旧幕府軍がどのような人々で構成されていたのかから確認していきましょう。上野戦争で旧幕府軍として戦った人々は彰義隊と呼ばれる部隊です。彰義隊のリーダーとなったのは渋沢成一郎という人物で、彼は徳川慶喜の下で重要文書の管理や作成を担当していました。また副リーダーには神津国出身の天野八郎という人物が就任しており、彰義隊は渋沢と天野2人をトップとした組織だったのです。ではこの彰義隊は何を目的とした部隊だったかというと、主な目的は徳川慶喜の護衛です。要するに寛永寺で恭順の意を示している徳川慶喜のボディーガードとして働いたのがこの彰義隊だったということです。なので彰義隊は徳川慶喜の護衛を名目として寛永寺境内を拠点とします。こうして寛永寺が江戸における反政府の拠点となっていき、旧幕府軍の人々が続々と彰義隊に参加して、多い時は総勢2000とも言われるほどの大きな勢力となっていったのです。しかし江戸無血開城に伴って徳川慶喜が江戸を退去すると、彰義隊は分裂してしまいます。渋沢成一郎は慶喜が戦わないと決めた、だから新政府と戦うべきでないと考えていたのに対して、天野八郎は江戸に残って戦うべきと考えていたからです。こうして意見の違いから渋沢成一郎は彰義隊を脱退、その後の彰義隊は天野八郎が主導していくことになり、新政府軍に反抗する過激な集団へと変わっていきました。彼らは江戸で新政府軍の兵を見れば喧嘩を吹っかけて田舎侍めと罵倒しました。そうやって新政府と小競り合いを繰り返したのです。戦争の終結を目指している新政府の西郷隆盛や旧幕府の勝海舟はこのままでは戦争になると考えて彰義隊解散の説得を試みました。しかし彰義隊は耳を貸さず言うことを聞きませんでした。こうなると新政府軍としては困ります。新政府は無血開城により江戸城を占拠したものの、それは名目上の話、実際のところ江戸に住んでいる民衆は新政府軍を嫌っており、彰義隊を支援しているという状況です。彰義隊による抵抗が続いており、各地で小競り合いが起こっていることからも新政府軍が江戸を統治しているとは言えない状況でした。そのような手詰まりの状況を打開するため江戸にやってきたのが大村益次郎です。大村益次郎というのは長州藩の軍人です。第二次長州征討を勝利に導いた人物としても知られており、後には日本の陸軍を作り上げるという当時の日本でもトップレベルの頭脳の持ち主でした。そんな大村益次郎が江戸の現状を見て、このままではダメだ、私が新政府軍を率いて彰義隊を殲滅してみせると主張、勝海舟や西郷隆盛が進めてきた江戸の仕事を取り上げて、大村益次郎の指揮により彰義隊が立てこもる寛永寺へと軍勢が送られます。こうして始まったのが上野戦争です。この日の天候は大雨、近くの川は増水し、降りしきる雨の中総攻撃が行われます。寛永寺に立てこもる彰義隊は討伐されると聞いて逃亡した兵も多く、この頃にはすでに約1000人まで減少、対する新政府軍は約2000人の兵で上野を包囲しました。正面にあたる黒門口には西郷を含めた薩摩藩兵を主力とする部隊を配置、側面にあたる清水門口にも部隊を配置、背面にあたる谷中門口は長州藩兵を配置するという3方向から攻め込むという配置です。1方向を開けていたのはわざとで、完全に包囲してしまうと命を懸けて抵抗してくる、逃げ道をわざと開けておけば抵抗は弱まるだろうという作戦でした。最も激しい戦いが行われたのは正門にあたる黒門口でした。最初のうちの彰義隊は主力を黒門に集めて黒門から出て戦っていましたが、やがて新政府軍が優勢となり彰義隊は守りの態勢を取ります。
こうして彰義隊は上野の高台の地形を生かして黒門内から新政府軍に対して銃撃あるいは砲撃を加える作戦に変更しました。朝から始まった攻防戦は一進一退の状況が続き、正午になっても勝敗は決さなかったのです。ここで登場するのが肥前藩です。肥前藩が布陣したのはこの周辺、現在の東京大学があるあたりですが、ここから肥前藩はアームストロング砲で寛永寺を砲撃し、黒門口の戦いは新政府軍優勢へと転換していきます。ついには新政府軍が黒門を突破して寛永寺境内に突入、内部は乱戦となっていきます。こうなると彰義隊は劣勢です。徐々に押し込まれていった末に本堂へと退却していきますが、その頃には各方面の新政府軍も寛永寺に侵入してきていました。もはやこれまで、そう考えた彰義隊は北東の包囲されていなかった方面から逃走し、新政府軍によって彰義隊は江戸から駆逐されるのでした。この時大村益次郎は江戸城西の丸に置かれた大総督府で作戦のすべてを指揮していました。午後になっても戦いに勝った報告がなかったので、江戸城にいた人々は苛立っていましたが、大村益次郎は時計を見ながら、もう少し待てと落ち着いて発言。やがて日暮れが近づいてくる頃に上の方面から火が上がったのを見て、皆さんこれで始末がつきました、あの日は彰義隊が上野の山に火をかけて退却したものに違いありませんと断言します。それからすぐに勝利の報告が続々と届けられるようになり、大村益次郎の緻密な計算による戦略と戦術がいかに正確で優れていたかを示したエピソードとして知られています。この上野戦争は彼の近代兵学の知識の深さを遺憾なく発揮したもので、大村益次郎の名前を日本中に轟かせる戦いでした。これまで新政府軍の軍事面を任されていた薩摩の西郷隆盛は、長州の大村益次郎の出現により面目を失ってしまうような形となったのです。さて、いかがだったでしょうか。こうして大村益次郎の指揮によって上野戦争は1日で終結、これをもって新政府は江戸を完全に掌握しました。その戦いは壮絶なもので、今も保存されている寛永寺の黒門にはその激しさを今に伝える弾痕が無数に残っています。しかし戦いが終わったといっても新政府に抵抗する勢力が消えたわけではありません。残った抵抗勢力は江戸を脱出して北上、こうして戊辰戦争の舞台は江戸の北側、つまり東北へと移っていきます。ということで、次の動画では東北戦争についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。